ニューヨーク訪れている安倍総理大臣、日本時間今日未明、国連本部で演説しました。シリアなどからの難民対策として、およそ970億円の支援を表明したということなんですね。まあ、この他にも、あの、安倍総理はですね、日本がその常任理事国入り、うん、まあこれをアピールしましたり、はい、あとはその PKO、これをもっとその積極的に参加していくために法律も整備したとかですね、まあ、いろんなことを言ってましたけども、ま、その中でもこの難民支援ですね、 さんどううでしょうこ,のこれが日本にできる、えー、ほとんど唯一の貢献ですよね、はい、現実的問題として、えー、あの前回でしたっけ、言いましたけど、あのはい、トルコに200万人以上、シリア難民の方々いらっしゃるから、その方々の支援とかね、でもこれ、ね、こ問題はやっぱり、最終的にはこう結もうシリアのアサド大統領の存続っていうのはアメリカが認めて、はい、今まだ認めてませんけどね、えー、でロシアやあの欧州、まあ、ドイツとかと共同して、アイシルとかね、うんはい、あるいはそのまあ自由シリア軍とか、そういう部分を抑えて戻っていただく。 ってて方向にに持っていかななくももうどうにもなんですよね<ー>これねそういう面の外交面の努力とかもしてもいいんじゃないですかね、日本は。はい。まあ、この同じ国連本部の演説で、はい、え、オバマ、アメリカオバマ大統領はですね、やっぱりあの、アサド政権がもともと悪いんだと、ねはい。そうなるほどですね、本当に。<laughs> 一方のロシアのプーチン大統領は、はい、いや、アサド政権が今、アイシルと対峙してるんだっていうふうに言ってます。はい、そうなると、もうこうなったら、えー、オバマ大統領が、うん、えー、まあ、一旦は。アメリカが俺で,しかないですかね。一時的にね。はい。えー えー、折れて、そして、大元。はい。これを、おー。そうです。まあ、直していかなきゃいけないってことなんですね。うん、まあ、そのためには、お金が必要だから、日本の貢献としては、はい、え、こういう、まあ、およそ970億円の支援、ということなんですね。まあ、そんなお金を、とか言うかもしれないですけど、えー、はい。しょうがないですよ。先進国なんですから。ええー。で、じゃあ、難民ね、10万人、20万人って大変で、シリア難民受け入れますかって言ったら、できないですから、そんなこと。そうですね。はい。えーはい